秋田かや教会は、秋田県は秋田市にある元キリスト教会、現在日本キリスト教団に所属する教会である。1884年、米国ディサイプル派の G.T. スミス、C.E. ガルスト夫妻が、秋田で伝道したことを始まる。秋田在住10ヶ月で、スミス夫人が死去した。夫人焦点5年目に、アメリカの出身教会の夫人の募金により、 秋田市本町五丁目において二階建てで首労がついている街道が建設された。その後、宣教師たちが本町、土崎、横手、角野立、院内、酒田、鶴岡、新城、米沢に連動する。秋田には二つの宣教師館を置いて、1905年、秋田県で最初の幼稚園を開設した。1909年、 マッコール選挙師夫妻は20年間二人の婦人選挙師、婦人伝道市、副牧師と伴い伝道して、1927年に塩谷義綱が牧師に就任すると、翌年には会員数が70名を超えた。1929年にマッコール選挙師が引き上げてから情勢が変化し、1938年に土地、建築資材、教会用チョイスを 松沢教会に譲渡する。1940年一番町に街道と牧師館を建設し、1941年日本、キリスト教団に加入し、秋田一番町教会と解消する。1968年7月秋田市、茅青八木町に、教会堂と牧師館を建設し、秋田茅屋教会と解消する。1972年に45年間牧会した、 塩谷義綱が死去する。さらに、1981年に街道と牧師館を新築した。ありがとうございます。